サッターアベニューラトランドロード駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ニューロッツ線の駅である。ブルックリンク、ブラウンズビルの東98丁目とサッターアベニュー、ラトランドロードの交差点に位置し、2系統が、ラッシュ時混雑方向のみ、3系統が深夜を除く終日、4系統が、ラッシュ時混雑方向及び深夜帯のみ、5系統が朝ラッシュ時に北行のみ停車する。 地上から駅を見る駅は1920年11月22日のニューロッツ線最初の開業区間である IRT、イースタンパークウェイ線、クラウンハイツ、ユーティカアベニュー駅、ジュニアス・ストリート駅間の開業と共に開業した。相対式ホーム2面と線路2線を有した2面2線の高架駅で、南北線間には付設されていない中央線の路盤がある。ホーム中間には、 緑の柱に支えられた茶色い屋根がある。当駅はニューロッツ線内最北端で活災生端の駅である。線路は駅北側で西に曲がりつつ、イースタンパークウェイの地下に入り IRT イースタンパークウェイ線となり、クラウンハイツ・ユーティカーベニュー駅に入る。駅は2016年10月5日から2017年6月19日まで改装工事を行った。 改札口は駅の中央に1箇所のみあり、南北ホーム中央から階段が2つずつ接続している。改札口には回転式改札機と切符売り場があり、東98丁目とサッターベニュー、ラトランドロードの交差点北西へ階段が1つ、同交差点南東に階段が2つ接続している。ありがとうございます。